事件に使用されたのと同型の M60 戦車、サンディエゴ戦車暴走事件は35歳のアメリカ陸軍隊役軍人で失業中の配管校であったショーン・ティモシー・ネルソンがメダンフェタミンの影響を受けて1995年5月17日、カリフォルニア州サンディエゴのアメリカ合衆国周辺兵器庫から M60 パットン戦車を盗み出して暴走し警察に射殺されるまで 車、消火栓、信号、キャンピングカーなどに対して破壊の限りを尽くした事件。ネルソンは1990年にオートバイ事故で首と背中を負傷し入院した。彼は病院に対し過失、脅迫、暴行、不法監禁を理由として1600万ベイドルの賠償を求める訴訟を起こした。上級司法裁判所判事は訴訟を却下し、逆に病院側は 医療費と法的出費6640ドルを要求する訴訟を起こした。ネルソンは彼の同意していない治療を強制されたと主張した。1991年、6年間連れ添った妻と離婚し、癌で両親を二人とも失った後、ネルソンは自分を抑えることができなくなり始めた。彼の兄弟のスコットによると、ショーンは1993年から薬を乱用し始め、 彼の人生は深刻な変化を見せる。隣人は、ネルソンとルームメイトが大声で口論しているのを聞いては、幾度も警察を呼んだ。時間が経つとネルソンは、非常に卑怯な行動を示し始めた。特に顕著だったのは、裏庭に深さ15フィートの穴を掘り、金やその他の鉱物を掘り当てようとした行為であった。1995年2月、裏庭は、 自分の私有財産なので必要がなかったにもかかわらず、彼は軍に裏庭の岩盤を採掘する計画書を提出した。ネルソンの釣り仲間カーソンホニングスは、この採掘という奇妙な、しかし脅迫関連的ではない、新しい趣味について言及している。同年4月、彼は死に対して合計200万ドルになる2つの損害請求を起こした。そのうちの1つは、 警察の怠慢に対して、もう一つは、不法逮捕に対してであった。ネルソンが首と背中に抱えた問題に加え、トラックから配管工具が盗まれてしまったため、彼の仕事は事実上休業状態だった。収入がなく、公共サービスがカットされ、家屋は差し押さえられた。1995年4月、同居していたガールフレンドが死亡した。 彼は痛みを解消するためにメタンフェタミンを使用し、うつ状態からアルコールに溺れた。兄弟のスコットはショーンについて、私の兄弟は良い男でした。誰にでも救いの手を差し伸べたが、彼は自分を救うことができなかった。と語った。サンディエゴ警察によれば、戦車を暴走させる前週にネルソンは友人に自殺を考えていることを告げ、次の週末には、 オクラホマシティ連邦政府ビル爆破事件に触れ、オクラホマは見事なものだったと話したという。ネルソンが破壊行為を容認していたのか、単にドラマのように楽しんだという意味であったのかは、定かでない。警察は、ネルソンが爆破事件やテロリストグループに関係しているとは全く考えていなかった。1九9五年五月十七日水曜日の夕暮れ時、ネルソンは、 カーニーメサの周辺兵器庫に向けて、シボレーの番号を走らせた。車両通行区に通じるゲートは通常午後5時以降は、ロックされるが、兵器庫の従業員は、遅くまで働いていて、ゲートが開いたままであった。車両通行区は、完全に人通りが耐えていた。ネルソンは、戦車のハッチをこじ開けるのにバールを使用したと思われる。彼が侵入した、最初の戦車は動かず、 二代目も動かなかった。ネルソンが三代目の戦車に身を沈めた時、近づいてきた周辺についに気づかれたが、ネルソンは、なんとか戦車を発進させることができた。周辺がこれを制止することは、不可能で、電話で警察を呼んだ。幸いなことに、弾薬は別の建物に保管されていたため、使用可能な火器は戦車には搭載されていない状態であった。ネルソンは、 サンディエゴ郊外のクレアモントの通りを23分間テレビ、放送されながら、警察に追跡された。戦車は、最高時速45マイルであり、追跡はそれに合わせ減速気味に行われたが、それでも少なからず危険であった。57トンの重量がある M60 戦車は、たやすく停車中の車、消火線、道路標識や信号を破壊して進み、停車中のバンを粉砕し、 そのままバンモロともまっすぐ前方のキャンピングカーに突っ込んでいった。彼は橋脚に戦車を激突させて橋を破壊しようとさえしたが、はじめの数撃で失敗し断念した。その後、ネルソンが修道163号線のコンクリートの中央分離帯を強引に越えて対向車線に侵入しようとしたが、戦車は分離帯を壊して止まった。そして、 4人の警官が戦車の上に登り、サンディエゴ警察のボールパクストン巡査がハッチを開くことに成功し、ボルトカッターを使って砲塔に侵入した。警官は、ネルソンに投降するよう命じたが、彼は何も言わず、戦車を前後に揺らし始めた。パクストン巡査の同僚リチャード・ピナーは、ネルソンを射殺した。警察がネルソンを殺す必要があったのかという疑問が、 投げかけられた。スコット・ネルソン自身は、兄弟が撃たれた時、警察はなすべき仕事をしたのだと言った。警察署長、トム・ホールは、もしネルソンが反対側の車線に出ていたら、彼が、あの瞬間通行していた35台は下らない、車両を破壊することができたと語った。また、警察は、催涙ガスのような非殺傷手段が使われた場合、戦車でなくネルソンを制止する。 可能性があり、戦車が催涙ガスを充満させたまま動き続けた場合、警官が戦車に侵入することができないと判断した。見逃されがちなのは、戦車が中央分離帯で足止めされていた時、戦車のキャタピラの一つが外れたということである。これは、キャタピラを放り投げると呼ばれ、何が戦車に起きたか正確に表現した言葉である。緊急事態で連絡を受けた。 あらゆる軍当局者はキャタピラが放り投げられた時点で戦車が完全に静止したことをすぐに理解した。警察の対応と行動を記録したビデオは戦車から外れ地面に落ちているキャタピラを鮮明に映しており、さらなる暴走の危険がなかったことを示している。地元 VHF 局の KGTV は実況と11時のニュースで警察によって上半身裸で 血まみれのネルソンが戦車から引きずり出される場面を放送した。KGTV はこの場面を放送することを決定した唯一のツボネであった。一部の人々の KGTV がそのような映像を流す必要があったのかという疑問に対し KGTV の当時のニュースディレクタージェフ・クロッツマンはこう語っている我々はこれが 物語の重要な部分であると思いました。我々は、オンエア前の3回異なる時間に、視聴者に対して際どい映像である旨を警告しました。実際にその通りだったわけです。同じ地元のテレビ局、くし TV のニュースディレクター、ディック・チューニンガは、クロッツマンの英談を指示した。民間人が撮影した映像もよく使用されており、救護隊員と警官が、 ストレッチャーに乗せられた上半身裸のネルソンを救急車へ運ぶ映像では一人の救護隊員が彼の頭部を帯皮などの保護機材でカバーして結晶バッグを掲げながら胸には包帯が巻かれておりこの状態で救急車に乗せられている特に同年4月19日のオクラホマシティ連邦政府ビル爆破事件の後だっただけにネルソンが戦車を盗んだ周辺兵器庫の当事者は 警備場の重大な過失であると非難された。車両が多く行き来する無防備に開いたゲートに加え、敷地を囲んでいるフェンスは一部で、有刺鉄線が破損していた。兵器庫の近くの居住者は、たとえゲートがロックされていたとしても、ネルソンは有刺鉄線が破損した箇所から、あっさりとフェンスを登ることができたと主張した。兵器庫担当者は、ごく少数の人間だけが、 車両の鍵を与えられており、車両は到達するのが困難なフェンスから遠く離れた位置に保管されていて、ある程度の知識を持つ限られた人間だけが戦車を操作し、マツさへ発進させることができるものと考えられており、このような事件が起こることを予期する術はなかったと語った。ネルソンによる戦車の窃盗の後、カーニー・メッサ・兵器庫の防具は強化された。ありがとうございます。